はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はこちらとスクイーズの着色前のスポンジを紹介していきたいと思います。とこれから着色するんですけれども、着色前のとスポンジをね、触って紹介できたらいいなと思っています。では紹介していきます。何も塗っていないスポンジ状態なんですが、こういう感じの麦油トーストを作ろうと思って切りました。着色前はこんな感じの触り心地になっています。で、この大きさを2つこう重ねるとこんな感じ、だいたい同じ感じですね。はい。で、これもはい、これがまず4枚と、こちら大きい麦牛パンの薄めのものですね。最近分厚い麦牛パンばかり作ってたんですが、ちょっと薄い麦牛パン、これも2つですね。こんな感じです。はい、でこちらがこんな感じのパンケーキになります。こうやってちょっとどうやって加工するかまだ考えてないんですけれども、パンケーキは4つ作りました。で、小さめの麦牛パンはこんな感じです。で、こちらがだいたい手のひらサイズなんですけれども、結構分厚めでちょっとちっちゃめのトーストを作りました。こちらもこんな感じで柔らかいです。着色前もとこんな感じの、はい、という感じで今回はスポンジの状態でご紹介しました。また完成したら動画や出品などしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして他にもメルカリでとスクイーズを売っていますので、気になる方はぜひメルカリも見てみてください。ではバイバーイ。